今回こちら日産 GTR 2007年から発売されてるやつですね。すべて栃木工場が担当している GTR で、日産のスポーツモデルの象徴したスカイライン GTR の事実上の後継車種ということで、もうほぼ最新モデルという形になります。2013年頃ですかね、13、14。C10 型スカイラインの初代2000 GTR から6代目のモデル、エンジン型式によれば、1969年、73年の第1世代、89年、2002年の第2世代とした場合、この世代は第3世代になります。高い速度でサーキットアウトバーンを走行、できる動力性能を持ちますが、市街地走行における乗り心地、雪道や濡れた路面における、静粛性、乗降性、トランクの、積み荷性、後部座席の存在、燃費や CO2 排出量などの環境性能にも配慮された開発、日産 GTR を運転スキルや天候や路面状況の使い方に左右されず、誰でも、どこでも、いつでも、スーパーカーの魅力を味わうことができる、全く新しい新次元マルチパフォーマンススーパーカーですね。こちらになります。はい、こんな感じです。GTR のデザインあたり、日産としては最大規模の社内デザイン公募が行われ、世界中の日産デザイナー約80人から GTR のスケッチの応募。その後、2005年にはデザイン途中の案をベースとしたコンセプトモデルを東京モーターショーに出品。それをベースに、シェアモデルのデザインの最終決定が行われました。エンジンやトランスミッション、ランスミッションは変動されていません。空力性能、アウタードアハンドルが収納式となり、外側からドアを開ける際にはハンドルを押し込み、反対側から突き出たハンドルを引き開ける形をとっています。はい、こんな感じですね。モデルとしては2013年になるんですかね。 GTR の整備や点検は独自の研修を受けた認定メカニック及び専用設備ツールが存在する日産ハイパフォーマンスセンター、GTR 特約サービス工場に限られます。モータースポーツはスーパー GTR から2008年頃から、その参戦されていますね。あなたが選ぶ、カーオブザイヤー日本の大賞なんかにもね、なっています。はい、こんな感じです。なんか結構広いな。広いからカラスが見つからない。一生懸命働けばきっといいことがありますよ、ね、ところで右左でレッドだ。オッケー。まあこういうのもいろいろこう見ながら一生、まあ、走っちゃっても今走っちゃってもまあそんなに悪い結果は出ないと思うんですけど、ここは何もない。川沿いは川といえばブラックシティのようなものだったところなんで、まあ別としてイエロータウンにもあったか、うん、まあやっぱりこの辺が怪しいよね。だからあった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 、どういうことだ。あら、ここ乗り上げるか。え、嘘。おい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 、下から行けるおい。難しいな。まあこういうの後で撮る系とかもねあるみたいなんで、いろいろここはちょっと対応していきたいな。なんかちょっとっぽいとこ見えてきた。よし、下からあった。上に登ってようやくゴールドマグナム。よし、これスピード的には線としては上がる。誰だ？え、我が眠りを覚ました。なんちゃって。ない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 。なんか作ってる。ダンプカー。まあ、やっぱり、過去にいる車っていうのは、なんかダンプカーが多いんですよね。やっぱりその、あ、リンゴリンゴリンゴ。
突進するとリンゴが落ちてくるっていいな。あ、あったじゃん今。お、キヨにぶつかってリンゴ落とせばスタンプもらえる。よっしゃ。じゃあそこで、よし。我が輩がゴールド市長の、市長さん。四つの町の高レースに入賞したのならワールドグランプリに出場する実行が大変。第1期は1000枠をゴールドシティで開催。レースの受付はキューズマップにではなくここで行う。ってことは、じゃあもう、現代は現代でもうできるのかな？ワールドグランプリ。っぽいっすよね。ワールドグランプリはもうできると。まあ、ただやってないってだけで。まあ、過去にはいけますけど。そっかそっか。まあ、ただ今ジェットタービンが使えないので、どうしようもないんですよね。過去にも行けない。現在は今、行き来できない状況になる。まあ、これぐらいでやってみますか、一応。宝は一つしか手に入れられませんでしたが。まあ、ゴールドマグナムであれば、少しはね、早くなるんですよ。はい、ゴールドマグナムです。では、いきます。ゴールドシティのレースはどんなものなのか。アスファルトコースだ。街の中に設定されたコースを3周すればいい。じゃあ、して3位内でしょ。OK です。さあ、レベル的にはどうなのかな。お、早いぞ、やっぱ。初速はやっぱりどんどん回るんですね。まあ、途中から抜いてくるみたいな感じですけど。あー、ちょっと脇がですね。まあ、基本的にヒロインで、まあ、この辺大丈夫かな。曲がりありますけど、その辺を、ちょっと近めようと思って。ここで、あ、ここは、で、ちょっとくねくねしすぎだ。まあ、わかんないのがちょっとあれですが、だいぶ滑らなくなったな、でも。曲がりやすくなったし、エンジンもしっかり出るようになったし。ドン、ドン、はい、急カーブだ。急カーブ、急カーブ。おー、まあ、120キロ台ぐらいで曲がれるようになった。いや、でもこっからきついな。いや、こっからきついよ。狭いし。いいぞ。こういう広いところでも。脇それちゃったけど。よし、広いところだ。広いゾーンで、もう一気に抜く。160キロ、170キロ。ここでもう右に曲がるで、よし、これは確かブラックシティと一緒ですね。でこっちに曲がるのが新しい、ちょっと難易度に上がる強めのコースですね。直線からの急カーブ、飛んで飛んで、よし、あ、バイバイ。で、こっからです。あー、ちっちっちっち。急だな。なるほど。ちょっと、あ、やっぱりそれだな。まだそれる癖はある。でもちょっと意外と3位と近いね。ここは死守したい。本当に3位とか2位。ばっかりだな。1位を全然取れないんですよ。あー、やばいやばいやばい。大丈夫大丈夫、いけるいける。
両方は万能タイヤなんで。でまたプレイです。よし、3位です。やっぱりコイン取ってる暇はないんですが、まあ3位ぐらいには優勝という感じですね。うん。だいぶボディもね、様になってきてるんじゃないでしょうか。変えられないですけどね。優勝。しかし10回ぶつかってしまった。まあとりあえずまた来る機会があることを信じて音当て闘技に行きましょう。音当て闘技なんだろうな。なんか 音楽に関係あるのか。はいはいはい。よし。まあだいぶこの性能になるとパトカーについていけるようになったと思うんで、もうそんなにこう置いてかれることはないな。見ちゃった。あれスピード出してないんですよ。よし。おい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 。飛んでるよパトカーが。ようこそ音当て峠の入り口へ。ルールを簡単に説明します。道に黒い音符があります。順番に触って音を聞いてください。赤い音符はお邪魔音符です。赤い音符には触らないか、その音は無視します。先の方に2つ門があり、その前にそれぞれ音符マークの板があります。その上に乗るとメロディーが流れます。今まで聞いた黒い音符の音程と比べ、正しいメロディーの方の門へ進んでください。音符もメロディーも何度も聞き直せます。いや、どうだろうなぁ。聞く耳持たないとな、ちゃんと。え ?11 ステージ何とりあえず黒いところ行きましょう。はい。もう2回目だから分かんないよ。あー、なんか曲みたいじゃないんだ。ただのメロディーだね。なんか動揺とかがないと思ったら、まあそうですね、ゲームで著作権もありますからね。いや、わかんないけど、こっちかな。あ、いいのかな、合ってるのかな。ピン、うん、上してきた。高い、低いで。高い、低いで選んだ方がいいかな。高い低いで大体どっちかっていう。こっちかな。低い。高い、高い。あー。まあ、全体的に低め。ん?低い、低め。低めだからこっちかな。え、これ合ってるかどうかもわかんない。ど?ん?まあだんだん上がってってる感じはわかる。だんだん高くなってきてる感じ。なんとなく違う。うん、こっちだ。あ、同じ感じがあったな。あ、やばい。
どっちだろう。いいの聞き直して。あ、ほんとだ。なんか、また戻ってるね。一回通ったら戻るんだ。聞き直していいんだな、これ。わかんないもんね。あ、よし。まあ全体的に低めだな。うん、こっちだ、こっちこっち。ゴン、最後低い感じで終わる。あ、やばい、赤引いたらどうなるの。あ、まあ、最後の音だけを聞くに、こっちかな。最後の音だ。ん？こっちかな。こっちだな。タンタタ。うん、こっちだろ。うん、こっちだな。左か？タタタタ。こっちだ、左。ん？うん。ここに来てか、頑張ったんだけどな、ここまで。いや、でも、ってことは今まで当たったことでしょ。惜しいな。いや、いいとこまで行ったんだけどな。なんかこの微妙なニュアンスの違い、音の違いですよね。最初の方を聞けばわかるっていうのと、最後の方で聞けだけ聞けばわかるっていうのもあるんですけど。の幅を聞かせたやつがだんだんこうなくなって、だんだん一緒ぐらいになってくる。それで分かりにくくなってくるって感じですよね。これは、まさかレースゲームで音感を問われるようになるとは思わなかったですね。じゃあやってみます。はい、7つまで行きました。7つの目のゲートまで。11だった気がするんですけど。で、1回通ったとこは、また通っても同じですから。まあ、そんなにきつくはなかったです。また来ただけだ。
あー長い、ちょっとこれやばいかもしんない、ちょっと難しくない7つ目でこれ、ちょっとこれ忘れちゃうもんね。まあでも2択ですけどね、まあ出てくるで当たることもあるんで、まあ何度も調整すればまあいけるんでしょうけど、できればまあね一発でいきたいですよね。だから、次の音符の前で高くなってるか、次の音符、ま、その、最初と次の音符の間で高くなってるか低くなってるかがポイントですよね。で、それを組み合わせてって、まあ、どうなっていくかって感じで判断すると。まあ、音階で言うと何なのかとか、そういうのあんまり気にしなくても。多分いけると思うんで、うん、高い低い低いって感じで、そんな感じでやっていったら、うまくメモりながら、高い高い低い高い、まず音符を全部触るのが難しい。高い高いだね、さらに高いって感じ。合ってる気がするけど、まあ最後の高くなり方って言えばもう完全にいいですよ。やばい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 。まあやっぱり最後を聞いとけばなんとかなるやつもあるんだよね。ではなんで間違ったんだ。もっと微妙な違いだったからな。最初は低め、高くなってってる気がするぐらいなんだけど、ちょっとダメだな、聞き取れないわ。これ難しい、8番難しいわ、これ。どっちだ？なんか止まってっていう感じ。難しい。難しい、これは。ちょっとちゃんと通ってみた方がいいな、これ。よし、高い高い低い低い、ちょっと低く、ちょっとずつ低くなって、で、まあ、だんだん低くなってってるって感じぐらいなんですけどね。2番目が高い。トゥドゥドゥドゥで、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 やっぱり流して聞く方がいいかもな。
左だな。うん、よし、ただ燃料がやばい。左な感じする。やばい、燃料がやばい。これどうすんの。これやばいね、燃料がやばい。よし、ラストか。3番目が高い。いや違うね。おっしゃー、出た。あー、よかった。いやー、来た。割と一発でいけたね。この町は水神様に守られている。この先の広場ではジムカーナもできる。よかったらとてまたいらっしゃいませ。とりあえず燃料です。ようやくジムカーナも出現すか。危ねえ、燃料が足りなくなった。よしよし、順調にブルーシティ。ブルーシティは何もモチーフにしてないってことで、結局過去なんだけど、ブルーレイクがあるって言ったが、ブルーレイクが現代にあるってこと。ブルーレイクの昔バージョン。いいね、ブルー。初めて来る街だな。水車が待ったりとかする系。今日もお金が儲かんならゴールドシティのやつはおかげだぜ。本当に裕福なんだな、ゴールドシティは。水神様には怖いなすっただろう。この町は水の豊かな町にしてくださるし、そうじゃ、ありがたいこと。まあ、どこの物語にもありますよね。水の街って。なんかね、水車が回ってたりとかして。こういう系好きなんですよね。水の街って。不思議なエネルギー。ね、必ずありがちな水系、砂漠系とかね、その辺も含めました、ね。いいなと思うし。ジムカーで速く走るコツは、ジェットタービンの使うコツマスター。ってことは、まずジェットタービン使えない段階では、水神様ね、なんかいるのかな。はい、いいんだ。